金箔が拭いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が定食、永田浩貴でございます。なんとですね、今月号、3月号のこのザ・21、ザ・21じゃないでしょうね、ザ・21でしょうね。はい、これにですね、なんとですね、菅谷慎一先生、日本一の YouTube コンサルタントの先生の記事が載っております。でしかもですね、なんとここ当店を紹介いただいております。あ、ちょっと手で隠れておりますね。ここですね、ここ当店を、これ映ってるかな、あんまり寄りすぎたから、ごめんなさい。こういう感じですね、あの当店を紹介していただいております。これ私知りませんでした。で今日見てブーッと思ってですね、びっくりいたしました。あのですね、書いてありますね、熊本県のある仏具店は年間7000本の動画を投稿し、熊本仏壇リフォームで検索すると、さっき老眼でよく見えないですね、1ページ目から多数ヒットします。実際そうなんですよ。熊本の仏具店といえばあの店と言われるほど有名になり、業績を伸ばしました。実際ですね、これはもう菅谷先生のこのYouTube とブログでですね、売り上げ上がっております。やっぱこれはもうとても素晴らしいですね、集客術だと思っております。しかも無料なんですよね。あのこれもう、あの実はですね、今、逆に言ったらいかんかもしれませんですね、なかなか新聞系はですね、紙媒体効かないんですよ。で、やってもですね、なかなか費用対効果が取れないですね。とやっぱこちらの場合はですね、仮に聞かないとしてもタダなんですよね。ですから有料広告は聞かなくても取られるんですよね。だからもう絶対これはやった方が私もいいと思います。ですからこれをご覧のですね、お店の皆様方ですね、一度ですね、この菅谷先生のご本ですね、読んでみられたらいいかなと思ってる。まずはこれをですね、読んでみられて、これはもう素晴らしくよくできた集客術だと私は思っております。しかも無料でございますから、もう失うものはございませんと私は思います。ちょうど私初めてちょうど1年経過したところなんですけど、もうこれからもう2年3年と言わずにですね、これはずっとライフワークとして続けていきたいと思っております。本当菅谷先生、ご紹介ありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。はい、ではここまでこの動画を見ていただいて誠にありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。皆様の何かのお役に立てれば幸せでございます。皆様の開運もあって心よりお祈り申し上げます。